寄りましたね。ショート残り2歩嫌いな距離でもたくさんこっからがゴルフだからさっきこれね外してますからねフラッシュバックしかもフックライン大丈夫、ちゃんとこのラインに打てたら入る。そうですね、あとは自分を信じること、決めちゃってください。いきます。さすがバーディー。ショートでもバーディーを取ろうとか、そんなに気当たってるとは気当たったとは思わせんぐらいのねバーディー。これがゴルフだね。さすがです。行きましょう。さあ次残るはねミドルホールでのバーディーを320ヤードね。ちょっとキュッとなってるのをドライバーでいきます。さすがドライバーが得意ですもんね。ドライバー得意です。女子ですからね。ちょっと左。ああやば。女子ですね。絶好調ですね。キーに当てるのがうまい男。さすが。当てに行くっていうね。さすがです。いろいろやっぱこうね、なんか調子悪いからってビビってたんやから。そうですね。もういかにも自信持って振れるからね。逆に思い切って振っていく。思い切っていきます。はい、お願いします。どこ狙う？ちょっとわかんないです。木の上からドローじゃないですか。木の上からドローね。はい。はい。いきます。完璧。あれは完璧。完璧ですね。お？え？惜しい。乗りかけた？ナイスショーです。乗ったから思いましたよ。自信あるんですよ。得意なんですよ。さすがです。自信持って振ることですよ。行きましょう。はい、行きましたよ。もうちょっとで乗りかけた。惜しい。めっちゃ飛んでるし、ほんでな。今のは当たった。300ヤードは来てますね、これ。僕は今来てると思う。さすが。さあこのちょっと難しいですね、これ。また段登ってね。ちょっと今日ピンポジが難しいですね。この段登ってのまあすぐここからがゴルフ。そうですね。さあここでビタッと寄せて、いくら飛んでもね、はい、いくら飛んでもこっからね寄せれないって意味ない。さあパー4でバーディーを右足下がりでこれ難しいですね。まあちょっと上げるイメージでお行って、ちょっと段登りきるぐらいに落とせたら感じでいきましょうか。さあ上げてきた。うわーうまい。さすがイメージ通り。ビター。今のも良かったね。よしバーディー取るぜ。そのままバーディーパットいっちゃいましょうか。もうリアルなゴルフなんでこれうまいですね。この傾斜ですからね。傾斜を超えて止めるパー3かのようなバーディーパットですもんね。まあやね、ちょっと先よりかはまだね。そうですね、いい距離なんで、こういう距離でも慎重にねラインを合わせていきますよ。丁寧に丁寧に、ゴルフは丁寧にいきます。危ない危ないけど3連続バーディー。さすがです。ロングショートミドルと制覇しましたね。よしこの調子でよし残りねいきましょうか。はいはい。さあ狭いけどここ狭いよけど400ヤードありますね。狭くて400、これはちょっと難しいね。まあ右サイドがちょっと浅いから、うん、まあ得意のドローでおけどね、ちょっと低めに設定してあまり球を上げずにね、低い球でいくわけですね。ちょっとコントロールしつつ、はい、いきたいと思います。お願いします。高い。あまり球を上げずにね、あまり球を上げずにねほんとに痛い。いやいい球っすね球上がるなあ。さすがフェアウェイキープ。ミートパスはけど球が高い。球が高いおかしいな。絶好のポジション。300ヤードドライブでいきましたね。さすがっす。よう飛びますね。まあもうグリーンもね開けてるし、はい、ここはもう思い切っていくしかないでしょ。52度。52度。何ヤードぐらいですか？105。お、OK です。ちなみに、一番嫌いな曲。なるほど。52度なんか苦手なんです。おお。52度でフルショットいくつぐらいですか？フルで110ちょい。なるほど。からぐらい。なんでまあまあ普通に打てばいいぐらいなんですけど。はい。でもウェッジってなんかフルで打つと難しいから。うん、そうですね。なんかまあそこがねちょうど中途半端なんですよね。そこはもうプロの技、プレの腕でいきます。ちょっと右か。あ、でもちょっと右やったけど縦は合ってると思いますね。合ってると思います。行ってみましょう。4連続かかってますね。これは上りのフックですかね。気持ちフックですね。これはドローヒッターのたくさんからしては打ちやすいラインなんじゃないですかね。やっぱスライスよりフックの方が打ちやすい感じはありますね。まあ言うて何ホールか前に外れてるそれはなかったことに。逆にこれぐらいもある方がなんか打ち切れる感じがするんで、そうですね、入るんじゃないかなと思います。決めちゃってください。4連続。4連続きます。お、しっかり打った。おお、さすが。気持ち入ってますね。気持ち入ったな。だいぶ強かったですけど、さすが。4連続きたせよ、いい。さすがゴルフはメンタルスポーツ。最初にボギー打っても諦めないこと。はい。よし、行きましょう。残り。